これもう衣装になったよ。あんまの足動きたくないねん、汗だくの時で。最近は家から持ってきますね。なんか病院の先生に、うん、こんにちは、お弁当食べ過ぎてダメって言われました。最近持ってきてます。横はアンジュです。努力頑張ってアンジュです。いやでもゆいなさんもですよね、久々のポジション、うん、久々と新ポジはやっぱ違うくらい。いやあれでも結構ゆいなさんのポジションのところと新芽が多くて安心しました、うん、嬉しい、うん、出していいこと言うわ。いいこと、うん、こんにちは、うん、うわーありがとうございます。今日も雑音するでなんでやろう。なんか最近ショールーム私の雑音するらしい。ねえ呪われてるか。やめてください。呪われてる私のショールーム。いやこんにちは。なんでやろう、まあ、うん、これ楽しかった、よかった。もうヘトヘト。定点で見てたんですか。やばいよ。やばい。もう本当に。ちょっと一個だけカレンさんにちょっと迷惑をかけてしまった。あ、そうなの。でも一番今日迷惑かけたから。本当ですか。どうもどうも。うわ、ありがとうございます。あ、上か。さっきの配信してたの分かるわ。なんでやろう。全然分からへん。うん。そう昨日ね、うん、帰ろうとしたんです、うん、そのマイティとワカニャとご飯行こうって言って、うんうん、帰ろうとしたらマネージャーさんから電話かかってきて。悪夢よな。絶対 LINE やのにさ、いつも。いや本当に電話かかってくるほど怖いものはない。これなんかあるなと思って、うん、出たらちょっと明日お願いできますか。あ、やばいってなってもう帰りました。そうよな、わかるわ。もうとりあえずご飯食べて、うん、あのワカニャとマイティと、うん、そのまま帰って家で想像してから今日来ました。そうだな、大丈夫、うんうんうん、でも早まるよな、覚えてたらな、うんうんうん、でお手製のおにぎりです、うん、へー。そう夜もそのポジションで、なんか夜の方が間違いそう。怖いよな。うん、初日の方が絶対神経張ってるから。うん、いやー、こんにちは。今日何歩締めやろ。6ぐらいちゃう。6か。6ですね。うちが4で5やったから。うん。あ、じゃあ6です。イメージあった感じの方が。うん、6やわ絶対。6らしいです。うん、すごい。ありがとうございます。えらい。でもやばかったです。終わった時に、うん、あのレイコさんとゆいなさんが最後で、うん、もうやばいってなりましたもん。なんか、これは泣くと思って止めれなかった。いやいやいや。大事。こうやって守ってくれる人がいるから。いや本当に。こうやってね。いやポジションを守ってくれる人がいるからさ。でこれでアンデができひんかったらさ。急になってたわけですから、そうやって守っている人がこうやって後輩にいることは頼もしいです。やっぱりすごい支えてくださる先輩がいらっしゃるからです。ひー花火の音するショールーム調子悪いね今私。ほんまに2回に1回これなる。今のところつら。なんでですかね、同じとこでやってるのに。まあ、電波は一緒です。うん、早いよ、バンド。どうなんやろ。早いイメージやけどな。なんかできる時とできない時がやばくて、差が脳みその問題は。はい、もうできる時は想像でいけます。うん、もう見て、あ、もうこうやな、うん、こうやなって。けどできないとき本当にできないです。焦ってるもんな、できないとき。めっちゃ焦ってるイメージ。
ダンスユニットね、するか分からへん、その時のノリです。今日のね髪型ね、美咲と一緒なんです。同期そう、なんか全然同期と出る機会がなくて、うん、なんか公演中目が合ったら、あ同期やと思ってました。久々に東北風の早組だったもんな。ねですね、うん、何味のまかなおにぎりです。大好き、ね、塩分取るために。あ、思った、わかった、すごい、すご、分からへんかと思ってた。いやマジ水分とはなんかやな、え、本当に本当に、あのこんなに汗かいて3リットル飲まなあかんって言われた、うん、クリーナーさんに。そう飲めてない、うわ3リットルむずいよな、2リットルでもしんどいなと思うのに、うん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 、3リットルか、こんにちは。パチパチ鳴ってるらしい、どうすればいいんやろう。んこれ今日はね、甘いの食べます。食べクレープ食べたい、いいね。さっきね、マネージャーさんにお願いしました。おいいね、余る余るあとゆで卵と、うん、マジで勉強するようだってか、健康食しか食べてない変わる食生活、すごい、うん、でも将来にとってはめっちゃ良さそうですね、うん、あと体の調子がいい、めっちゃいいことや、全然違う、うん、ぜひ皆さん今日も朝から納豆ご飯食べました。いいよ食べ、すごい食べなさい好きな時に食べなさい。いやさくちゃんがいるって聞いて、うわーって、あ、アンジュのもったやー、さくちゃんいる、ありがとう。お、ノートもし、うん、あ、でもスタバのね、桃はちょっと飲みましたよ、一応美味しかった。見ました21位、さくちゃんありがとう、もういいよギフト投げなくて優しいいつもね投げてくれるんです、優しい。雑音治ってないよ、なんで、あ、足をつけすぎた、これが問題。お化けかも。嬉しい、アンケートありがとうございます。お疲れ様。何やろマジで。ダンスのねユニット名まだ決まってないんです。マジ、はい、昨日決めようって言ってたんですけど、うん、全然いい名前が出てこなくて、うん、ダンサブルってあったらな、とら、うん、われちゃうよな、なんか踊ろうやとか、うん、やばい出てこへんって言って、そう確かにユニット名難しい。今日はね、そう舞台稽古たまたまなかった日だったんです。休み今日たまたま、ほんまに明日はあるんですけどなんか英語だったらハッシュタグつけるの難しいやろなってね、なんかつけやすい名前がいいなって話してるんですけど、なかなか難しい、うん、いや、もう一個あるけど食べるか迷う、うん、ありがとう、こんにちは。頑張ります。台本は一応覚えたんですけど、役が難しい、前と違うん、変わりました。すごいな、言っていいかな、あ、変わりました。そうかそうか、はい、まあまあまあ、うん、眠くなってきたな、汗かいてさ、なんかホッとしたらさ眠くなるけど寝ようか。
十五分間。うん。ファンの人は私のファンの方は優しいから受け入れてくれそう。今回池袋。こんにちは。前より難しい。こちら。おやすみ。みんな寝よう一緒に。五人の頭文字。ピロちゃんいるよ。あ。はーい、ま、イエスピロねえ難しいな MC の前半さ甲子園が今日から始まったからさ学生時代熱く熱中してたこととかさ、うん、熱いこととか聞いたらいけるかな、うん、めっちゃネタバラシするっていうでもネタバラシしても見れるのは DIY 配信見てくれてる人か来てくれた人しか分からないそう、うん、ぜひ皆さんちょっとあ昼クインテッドさんってファンの方に募集したんよでもな募集するのもいいと思って私ウィンクを募集してウィンクもあれしたファンの方すごいめっちゃうまいことそうめっちゃみんな、めっちゃいいやんってなってありやな募集するのえいい確かにねちょっとまた聞いてみますぜひ皆さん一緒に考えてあげてください。ああ本当に考えてほしい。買い抜きじゃ取る回収。舞台のチケット詳細まだですね。いつか聞いてるのは聞いてるんですけど、ちょっとまた。甲子園夏休みの大会があったな。待機タイムタイムあったな。開会式見ましたよ私も。やっぱやっぱ見たくなっちゃう。はじめまして。大阪は履正社。ピンクな私もめっちゃこんにちは名前気に入ってましたね見てました配信でダンサブルさんのちょっと汗だくすぎるからなこんにちは久しぶりのポジションお疲れありがとう頑張ったよやっぱ久しぶりのポジションして一回練習しないといけないわアイソレーションでしょめっちゃちゃんとしないとアイソレーションちゃんとしなかんないなんかアルファベット3文字とかでもいいんじゃん韓国語ってなるほど、確かにアイみたいなあでも確かにやりやすそうですねそうそう、うん、見た目のアルファベット覚えやすかったりよいしょこんにちはでもマジで夏休み遊びに行く人もちゃんと水分取ってくださいいや本当にマジで暑い生きてるだけで暑い、うん、クーラーも遠慮なくつけた方がいいと思うけど、まあ、将来の私たちがまた苦しむねんけど確かに今やらな、うん、来てくれ、うん、取れた MC とかグダグダでしたかあの愛ある空間良かったさ良かったですこんなショールームで髪の毛を外す配信なんて絶対アイドルとしては私も外しとかんと夜何がいいですか皆さん髪の毛うわ私も募集して何がいいと思いますもうポニーにしようかなっていうのはあの 80% ぐらいポニーなんですよ今のと暑かったやっぱり、うん、確かにうわ髪型どうしよう今のとこポニーなんですけど、まあ、もしポニーを超えるいい感じの涼しい髪の毛があればぜひ羊生きるかなハーフやったらいけんじゃないあー本当ですか、うん、ほんと髪色黒くし黒くなくななんかあーそうなんです暗くしました、ね、次の役がちょっと暗い方がいいかなと思って私もでもそろそろ暗くします、うん、髪の毛傷んじゃった、うん、だから暗い方がさやっぱ髪の毛の痛みが分からん、うん、あ私が分かんないですねびっくりした暗くして分からなかったらまとめあまとめいいかも楽そうハーフアップマニアな迷ってるスウェットあちょっとお楽しみということで初日は
そう最初ね、おろそうか迷ったんですけど、おろしたら絶対暑いやろなと思って。いや、暑かった。暑、かったですか。うわぁ低いな。終わって私もう、うん、全然全然マカク以上迎えます。待ってます。それでは確かにまとめる方が楽やな。あ、ハーフアップ、ありがとう。12位アズミジャーさん、ありがとう。ちょっとまた夜公演のお楽しみということで、13位から読んでいきたいと思います。13位の方、カッチさん、ありがとうございます。12位の方、ドラゴンさん、ありがとうございます。11位の方、 RC さん、ありがとうございます。10位の方、美咲さん、ありがとうございます。9位の方、ゆうじろうさん、ありがとうございます。8位の方、アンジのパパに似てる人、あ、舞台楽しみ、ありがとう、ありがとうございます。7位の方、モリグラタンさん、ありがとうございます。6位の方、フミさん、ありがとうございます。5位の方、カマカリさん、ありがとうございます。4位の方、ファントムさん、ありがとうございます。3位の方、カズマイゲさん、ありがとうございます。カズマイゲさん、ありがとう。2位の方、村人 T さん、村人 T さん、ありがとうございます。そして1位の方、ヤスベさん、ヤスベさん、ありがとうございます。うわ、サクちゃん、サクちゃん、うわー、35位ね、ありがとう、サクちゃん来てくれてありがとうございます。では次は夜公演お待ちしております。ではバイバーイ。